さて、会いたくても会えない人に手紙を送ることができます。瀬戸内国際芸術祭で香川県の粟島に作られた漂流郵便局の分局がイオンモール綾川に設置されました。時代から切り離されたような懐かしい形のポストが置かれた漂流郵便局の分局です。香川県綾川町のイオンモール綾川に設置されました。漂流郵便局は2013年の瀬戸内国際芸術祭で久保田紗耶さんが粟島に作ったアート作品で、亡くなった家族や未来の自分など会いたくても会えない人への手紙を預かります。いつかどこかの誰か宛ての手紙。分局のポストにはこれまでに10通ほどが投函されていたということです。伝えれなかった気持ち、伝えたかった気持ちが皆さん言えてない方ってたくさんおられるんじゃないかなと、そんな気持ちを漂流郵便局というのは受け取っていただけるところだと。ポストは半年ほど設置されていて、投函された手紙は粟島の漂流郵便局に渡されます。